はい、コナンです。妖怪三国志やっていきたいと思います。始まりましたね。討伐戦で百鬼姫シャドウが来たということで、早速ね今日はこちらの攻略やっていきます。まずね、百鬼姫シャドウゲットしました。これはね非常に使えそうだ。そしてまたいつものように10突、そしてさらに限界突破までねやっていきます。さあ百鬼姫シャドウなんですけども、ざっくりねグレードレベル上げたいと思います。通常のね食べ物で上げることができます。このあたりは結構ねいいかなと思います。さあざっくりねレベル5まで上げました。百鬼姫シャドウ、得意が氷、苦手が火属性、そして必殺技は敵全体の HP を吸収、取り付きが味方全体の守りアップ、バトル開始20秒、効果時間がね30秒ということで長いですね。これはいろいろと使えそうだ。そして国取り戦での獲得ポイントアップ、これはいつものようについてます。国取り戦もね熱いんでやっていきましょうか。さあまずですね、今日は初めにねガチャ回します。結構ねチケットがねゲットできたんで、これはワンチャンあるかなと思います。さあ小生ランクがね欲しいんだよ。やっぱりね最近ね結構難易度が上がってきたんで、小生ランクじゃないと S ランクね突ってもなかなか難しくなってきた。これは確定か。おう、レインボーカプセル、さあどうだ。おう、来たね。スピーチ姫小生ランク来ました。これはいいんじゃないの。続けて青龍シャドウ、これは今やっている討伐戦で特殊能力があるんで、ここはちょっとね来たら嬉しい。かすりか、かすりですね。さあスピーチ姫、こちらもねちょっとざっくり上げましょうか。グレード6までマックスまでね上げます。さあ小生ランクはねちょっとグレード上げるの大変なんですけども、マックスまで上げるとかなり強い。得意が雷、苦手が土と、味方全体の妖力、命中率アッププラス、お祓いプラス、味方全体の妖気上昇 20%、 そして取り付きが味方全体に加護を与える、 HP 40% で復活。これはなんかいろいろと使えそうだよね。まあ今のイベントでもうまく使ってやれば使えると。そして国取り戦での獲得ポイントアップ。さあこの10連チケットがあるんで、ここでもちょっとワンチャン狙っていく。さあ頼むぜ。お、レインボーカプセル、お、小生来た。そして A ランクだけど特殊能力持ちも来たね。さあ群馬神もね狙っていきます。さあこれは外れと。さあ電人がねゲットできました。電人馬琴は特殊能力あるんで、ちょっとマックスまで上げて使っていきましょうか。ちょっとね今回は電人馬琴ありのパターンとなしのパターンね、2パターンちょっと試してみようかなと思います。さあ果たしてこれ A ランクなんだけど、でも弱点つけるんで、しかもボーナスつくしね、まあおそらく入れた方が得なんだろうね。さあ行きましょうか。討伐戦、サボり混乱にならない、青龍シャドウからのダメージ増加、まあ特殊能力持ちキャラ引けたら入れた方が得でしょう。薄ら影不気味族から受けるダメージが増加と。さあ今回ねこんなパーティーでいきます。小生不死身御前、こちら敵全体の HP を吸収、そして取り付きが味方全体の妖力、守りアップ、自分の HP が 50%、 効果時間は12秒。そしてバタン球、今回ですね超混乱がね効くということなんで、超混乱使った攻略をねやっていこうかなと思います。効果時間12秒、意外と長い。そして悟空オロチ、敵全体に雷属性プラス味方全体の妖気上昇、取り付きが自分の力プラス攻撃速度アップということで、まあまあ刺さるかなっていう気がする。そして土雲炎症、敵単体に土属性ダメージプラス守りダウン、取
振り付けが味方全体の守りアップ、バトル開始30秒。ちょっとね微妙です、これは微妙。そして花魁数詞、敵単体の HP 吸収プラス良い取り付けを打ち消す、取り付けが味方全体の揚力アップ、自分の HP が残り 50%、 7凸まで上げました。そして群馬神はですね、ちょっと試しに大凶でいきます。一応お祓いがあるんで、まあ微妙なんだけど、ちょっとこれで試してみます。そして今回ですね、不気味5体でですね、取り付け効果アップ特大、これがこれちょっとね狙ってつけました。そして2部隊目はですね、薄ら影メインのねパーティーで、きらめき、こちら敵単体に無属性ダメージプラスサボり、取り付けが敵全体をサボらせる、自分の HP 残り 25%、 小生ぬらりひょ、敵全体の HP を吸収プラス混乱、取り付けが敵全体の守り回避ダウン、バトル開始、まあ、効果時間12秒。で虫歯伯爵、敵全体の力守りダウン、取り付けが敵全体の力ダウン、バトル開始20秒。でバックベアード、こちらもですね超混乱が使えるんで、まあ7秒なんですけども、ちょっとね有効かなと思います。まあ時間を稼ぐ、時間を稼いでですね、まあ2部隊メインの変バトルみたいな感じ。そしてフクロウですね、敵単体に無属性ダメージプラスじわじわダメージプラス混乱、取り付けもねじわじわダメージと、まあじわじわ何気に効くからね。そして群馬神は、まあ、回復プラスお祓い、ちょっとね試しに使ってみます。そして3部隊目はね、ちょっと多分時間が少ないんで、まあ前衛のね、まあ攻撃重視で編成しました。ちょっとこれでね一回試してみたいなと思います。まあ、今回のこのバッあの百鬼姫シャドウに関しては、まあ攻略パターンとしてはまあ2通りだよね。まあうまくねカゴをつけてですね、まあ1部隊で粘ってね攻略する、もしくはまあ超混乱を入れてね時間を稼いで、まあ一部隊だとあの即死級のね全体攻撃避けられないんで、まあ主に2部隊編成で、ちょっとね時間が中途半端に余ったら3部隊目も少し使う、まあそのどちらかの作戦なんだけど、今回僕はですね、まあカゴで生き延びる作戦は使わずに、まあ超混乱で時間稼ぐパターンでいこうかなと思います。っていうのもですね、まあ、今回周回メインということで、ちょっとねオートでフルオートでいける編成にしました。あのカゴで生き延びる場合はちょっとタイミングを合わせないといけないので、オートだとちょっと厳しいかなっていう感じがする。で手動だとねやっぱ周回つらいんで、とりあえず第一形態に関してはこのオートパターンでいきます。おそらく最初の辺はねこれでも多分マックスダメージ与えられるんで、特に問題はないかなと思います。ちょっとね相手の悪い取り付けがいやらしい、まあそれをこの群馬神のお祓いでうまく払っていこうと試みたんだけど、ちょっとオートだとねタイミングがね微妙に合わない、なのであまり今回ちょっと意味がないかなっていう気はするけど、まあそれでもまあ戦えそうなんでいいでしょう。バックベアードでちょっと超混乱かけて時間を稼ぎます。あとは、まあ、今回不気味薄ら影がね、まあ、優遇されているということなんで、まあ、そのあたりメインに編成してやれば、まあ、ダメージ稼ぎやすいかなっていうね感じがします。どうなんだろうね、さあ皆さんのね編成パーティーなんかもコメント欄で教えていただけたらいいかなと思います。結構この悪い取り付けをね頻繁にかけてくるのがいやらしいって言えばいやらしい、揚力ダウンとかねちょっといやらしいんだけども、さあこれでまあこれでもねダメージ的にはもうマックスいってるんで、
で獲得金貨が3424と。さあ次にね、電陣入れたパターンいきましょうか。まあ A ランクなんだけど特殊能力で優遇されてて、あの金貨のね、獲得金貨の量のアップもねついてるんで、まあおそらく持っていれば入れた方が多分得だと思います。でちょっとね、群馬神で先ほどお祓い狙ったんだけど微妙な感じだったんで、群馬神はまあ雷属性の弱点つける単体攻撃の群馬神にちょっとね変えました。まあこれでどんな感じかなっていうね。その他はまあ先ほどと同じパターン。さあ電陣、まあ今回のイベント期間に関してはこの電陣結構活躍しそうな気がする。まあイベント終わったらね、特殊能力がないとまあ A ランクなんであまり出番がないかなっていう感じですけども、さあ1部隊目終わりました。さあ2部隊目は先ほどと全く同じ編成でいきます。まあ、なんかもう少しね詰めていけばダメージとかねいけそうなんで気はしますけども、さあどうなんだろう、ちょっとね、さあこの群馬神が若干無駄打ちに近い。まあ回復とかなくてもやられることはないので、さあバックベアードで超混乱、時間を稼ぎます。さあフクロウが意外と効く。そしてきらめき、そしてヌラリヒョン強いです。で即死級の全体攻撃を食らうと。そして3編成目、3編成目はねちょっと時間が短いしちょっともったいないんだよな。さあここまでと。さあ先ほどに対してまあ ボスダメージはねもうマックスなんだけど、まあボーナスがね、特殊ボーナス分のこのオンがあるんで、まあ金貨量としては3945、まあ若干増えたかなっていうね感じです。さあそれではね最後、たくさんねコインゲットしたんでこのガチャを引いて終わりにしていきたいなと思います。追加加工と。